こんにちは。今日は古くなった巣枠を溶かして蜜蝋を取り出しろうそくなどの材料にするというのをやってみたいと思います。今回溶かすのはスチームで溶かすという方法です。前回は太陽光でやりましたが、今回はスチームでやりたいと思います。このスチームで溶かすということのメリットは、この巣枠、この木枠ですね、木枠を状態の良いものであればもう一度再利用できますよということ、それからデメリットとしてはこの蒸気のスチーム洗浄機を使ってやるわけですけれども、この2リッターぐらい入るかな、2リッターぐらい入るけど20分ぐらいで蒸気が全て出てしまいますので、これにスチーマーで2回やるとほぼほぼ蜜蝋が溶けて全部出てしまいますので、途中で1回水を足してやらなきゃいけないのでついてなきゃいけません。なので他の仕事と組み合わせてやっていただけたらいいかなと思いますが、ではこれの説明をしたいと思います。このいる道具としてはツール、ハイブツールですね、それからこのストッキング式の三角コーナーのネット、そして、蒸気が逃げないように締め付けますので、これがいります。ちょっとやってみたいと思います。まずバケツに水を張ります。この水の上に蜜蝋が溶けて、固まるという方ですね。で、この装置ですけれども、これは巣箱です。巣箱を蒸気が漏れないように蓋の方は二重にしています。そしてこの中の底にはブリキを貼ってあります。この装置は三角コーナーのネットをザルにかけて、中側にこうかけて、こういうふうにして、ここに不純物がたまって、そしてたまったものを捨てるという形になってますので、こうですね、中側にザルの中側に入れます。そしてこれをここにセットして、こういうふうにセットします。そしてこの古い傷んだ巣皮をもうだいぶ巣虫が来てます。これをこの中に入れて、出てきましたので、これをここに、この横に穴、節穴があったので節穴からやってます。そしてこのハンドルを持ってなってもいいように止めます。紐で留めておきます。そしてこんな形で中に蒸気を吹き込んで、60何度でしたかね、
蜜ろうが溶ける温度ですが、達すれば溶けてここから落ちて、ゴミはたまって、ゴミはこの三角コーナーネットで取って、それから蜜ろうは下の水に落ちて固まります。これで約この中確か1リッターだったかな、入りますが、それが蒸気になって全部なくなるのに、15分か20分ぐらいかかりますので、これでこのままにしておきます。で、蒸気が出なくなったらまた水を足して2回やって、だいたい全部、蜜ろうが落ちきるっていう形になると思います。そろそろ溶け出してきました。お水が、お湯がなくなったようなので、水の補給をしたいと思います。これでこのまま、またお湯が沸いて蒸気2回目でだいたい全部溶けると思います。それでは引き続きやってみたいと思います。2回目のお湯も沸いて順調に溶けています。2回蒸気をやりました。15分15分、1リッター1リッターだと思います。蒸気も止まったようですし、もう蜜ろうのデモをなくなりましたので、開けて中を見て掃除をしたいと思います。熱いので気をつけます。もう蒸気も止まりましたね。スイッチを切ってと。熱いので気をつけて。これで冷めないようにしながら、これをこの素枠をですね、もし再利用、こういう感じで溶けてます。再利用するつもりであれば、このプロポリスを取り除いてですね、特にこの溝ですよね、熱い間にならもう簡単に取れます。どうせまた針金は張り替えなきゃいけないと思うので、この溝をきれいに熱いうちに掃除しておけば、あとは後できれいにできますので、もし木枠の状態が良くて再利用できるようであれば、ミツバチの積もりも早いと思います。もう完全に蜜ろうで、蜜ろうに慣れてますので。これを何度か繰り返せば、
その年中、その年に廃棄する、スワクを、スワクから、蜜蝋を取ることができます。この蜜蝋は結構 色の茶色い、茶色の濃い蜜蝋が取れますので、クリームとかにはできないと思います。ろうそくにするということ、プロポリス成分が結構入っているので、ろうそくにして、燃やすとパチ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 というような音がしたりするのができたりして、なかなか面白いです。スワクの木枠の再利用にもなるし、ろうそく用の蜜蝋も取れるということで、ぜひやってみていただけたらどうかなと思います。これよりもっといい方法があるよ、こうした方がいいよということがあれば、ぜひぜひコメントで教えていただきたいと思います。ありがとうございました。